はいさーい、はいさーい、はい、来ましたよ、来ました。今日はなんと我々無人島に来てます。おっしゃー、サバイバル2泊3日生き残るっていうことですね。すでに船酔いで死にそう。おしょ、超船酔い弱いんすね。船酔い弱いっすね。持ってきてるのは釣り具、ルアーと、そしてナイフ。おー、ナイフ今回、水は持ってきてなくて、だその代わり、火を持ってきてます。メタルマッチ、かなり過酷なんですけど、で今回、この無人島、初なんですよね。初めてですね。何があるか、初めての無人島、この無人島は来たことないですよ、一回も。はい、だからもう何があるかわからないです。道具少ないじゃないですか、ミッションをクリアしていけばアイテムがもらえるんですよ。ミッション5つあります。まずミッション5つ中のその1つ、拠点作り、これをクリアしたらまず1つもらえる。ちっこいのでもこれはもう大丈夫です。なんでその2、魚のサイズ、サイズ、20センチ以上の魚を釣ればクリア、クリア、オッケー、ミッションクリア。その3、はい、水確保。あー、飲み水、はい、飲み水確保できればクリア、クリア。なるほど。その4、レア写真を撮る。レア写真、ちょっとこれ僕らもちょ何を撮ってっていうことじゃなくて、ただのレア写真としか聞いてないんで。これ誰が言ってたの、これ。これバンバンが多分言ってますね、これね。バンバンの雑。はい、じゃあ最後その5ですね、はい、10種類以上の食材を確保せよ、食べなさいってことですね。これをやればミッションクリアです。まあ多分全部はできないかもしれない。ただ全部を目指して、我々200日、お助けアイテムを使いながらやりましょう。はい、初サバイバル。あ、お塩そぶ、そうですね。お塩初ですね。僕一番水がちょっと水だね。水が心配ですね。水確保今回初めてだから。じゃあ僕は釣りします。とりあえず拠点作りでお願いしていいですか。拠点作りながらじゃ食材も探してみる。まあそうだね。はい、じゃあお願いします。行きましょうか。ゴー！ゴー！はい、今移動中です。漂流物本当に多いね、いろいろ落ちてる。ロープも結構心配なさそうだな、あちこち落ちてるから。うわ、めっちゃ透き通ってる。うえ、すげえ見える。なんかここにハルさんドンってやっても怒らなさそう。怒らんな。怒らんな。こんな広いとなんか生き物とかいそうだな。ウサギいるって言ってもらった船長さん。あ、なんか生き物、そういう系がいるはずよみたいなこと言ってましたね。めっちゃ綺麗。綺麗だね、ちょ。この看板は明日の朝には薄れてるんだろうな。もう明日の朝にはお腹すいた、帰りたいとか言ってるはずな。お風呂買った。あ、本当だ。お風呂も入れる。お風呂って言ってたけど、なんか水が溜まってないから多分穴開いてんだろうな。あ、ここいいんじゃない。うわ、木もでっかいの。なんでこれ、お、なんかちょっといい感じだな。あ、いい、ここいい拠点場所にしてはめっちゃいいと思う。これ見てください、燃えやすそうなやつがいっぱいある。あ、ほんと、あ、出た、この木、これ燃えやすいんですよ、これ。これもう種火に最適な、これ種火にも困らん。いいっすね。じゃあここ拠点にしようか。場所はキープしたということで、柱を2本作って、もう こういうテントがあるじゃん、はい、への字のテント、あれ作りたいなってちょっと思ってて。じゃあ大きい木探すか。大きい木、はい。あ、そうこんなのでいいと思う。これで似たようなやつ探すか。あれ、ドラム缶もある。ドラム缶は使えないか。そう、ドラム缶がある。え、中国って書かれてるやん、なんか怖いな。これでっかいライフジャケットが落ちてるな。もう紐とかいっぱいあるね、ほら。絶対困らんわ、紐に。いいね、これいい長さ。はい、こちらね、今回使うナイフです。便利なものが、おお、すげえ、すぐ切れた。これいいんじゃない？これ同じぐらいじゃん、これね。さ、まさかの3本目3本ゲットー。 V 天国な、これ少しは来て。はい、僕が今考えてるのは、これ、食いね、うん、食いね、こっち、地面ね、うんうん、ロープがあるから、こう、くびる、うん、ここもくびる。これは反対側にも刺してるってこと？合計4本使うってこと？3本、うん、本当に3本。屋根どうやって作る？いや、それなんだよな。え、ちょっとソテツとか入ってたから。うん、ソテツとかも入ってるし、なんか布とかなんか落ちてたらいいかなっていう感じかな。で、布をこうかぶせる、への字にかぶせられたらいいなっていう。への字型ね、への字型テント。への字型のテント、本当に絵で見るようなこういう屋根みたいな、うん、強度を出すんだったら柱あと3本必要か。まあそうだね。
じゃあ柱と布を探そう。柱、布、あといっぱいロープ。ロープ、そうですね。 OK。 パイ、あ、パイ、あ、違うか、アダンかこれ。パイ、パイ、どんだけお腹空いてんねん。パインじゃないよね、アダンだよ、ね、アダンだよ。パイン、パイン、こんなんて生えない。パイン下からだもんね。下からだよ。そうだそうだ。なんだこれ、すげえ。なんかスカスカだけど、四角いクロワッサンレンジでチンして最大に膨らんでましたみたいな。面白いな、あるな、うん、すげえ。ハルさん、ライター？あ、嘘、使えないな。これいいんじゃない、これ。使えない、なんか濡れてるな、ちょっと濡れてるの。乾かせば、まあ、何かしら使えるでしょう、これは、うん、これ持っていくか。乾かしとこう、乾かしとこう、そうだね。よっしゃー、じゃあここ行きますよ。どうしたん？これ絶対つかるぞ。まさか漆とか落ちてると思わんかったわ。いろいろかき集めてきたんで、取ってきたもの紹介します。まずはこの杭ですね。杭、柱、うん、4本と、なんかそこに敷けそうな床材ですね。床材、床材で、とうこちゃんブルーシート、下に床材、床材、スノコとかスノコ。じゃあやっていきます。はい、まあ最悪上にブルーシートやってかぶせて、ここをかぶせこっちにバッてやった。あ、クロスになってる。あ、いいんじゃない？天才！作り方得意？もうなんか、ハルさん？めっちゃしなりがあるからいいな、これ。なるほど。あ、しなりあるんだ、これ。うん、ほら。ハルさん、私思ったのですわ。はい、あ、ほら、ほら、あ、ちょ、たまたまスノコが玄関っていうことですよ、うん、これ柱2本立ってますよね、うん、で、こちら松抜きにちょうどかかってるんですよ。で、ここにブルーシートをかぶせれば、うん、あら、簡単。あー、あー、はい、反対側はこれで OK なんですけど、その横こちらを、短いんですよ。しかもなんか焼けてるんですよ。そうそうそう、ここだけ焼けて、ここは穴開いてるからロープでくびれるんですよね。こうなりたいね、うん、こうしたいですね。完成図はこうなる、こうしたいんで、はい、ロープいい感じのあったん、あるんで、うん、はい、これ、うん、穴が開いてたんで、この、うん、これ結構いい、もともとブルーシートですね。ブルーシートって厚さの差があるんだ。あるある、マジか、知らんかった。おー、いい感じ。あ、すごい張ってきたね。したで、うん、この木に、そうだね、ギューって、ああ、いい感じ、いい感じ、こういう感じで張ってます。おお、すごい。いや、大丈夫、ちょっと破れた。全然想定内ですね。反対側もこういう感じで固定して、で、ここにあのソテツの葉を今から埋め込みたいと思います。軽っ。さあ、早速もがかかったぜ。もう、よし、うん、しゃ、じゃあこんな感じで、ソテツ1個ゲット。痛いよ、痛いよ、ソテツくん。ソテツくん痛いよ、やめてよ。もうソテツくんも痛いと思ってるよ、これ。それわしゃ、痛い痛い痛い、わしゃ痛い痛い痛い、わしゃ痛い痛い痛い。はい、結構ソテツの葉集まりました。あっちにもあります。じゃあ立てていくか。じゃあこちらね、うん、先ほどロープかけたんですけど、うん、こちらに、あ、もう、あ、こんな感じでかける。あ、なるほどね。あ、引っかかり、引っかかりなるんだね、ちゃんとね、うんうん、並べていけば、並べていけば、まあちょっとおしゃれな空間を演出する。これもファッション。なるほど、まばらなやつも無人島ファッション、無人島ファッションね、うん、はい、こっち側は完成ですね。日よけ、
で反対側もあるんで小説の刃も足りないから取ってこう。ちょっとカメラ止めてる間に秘宝が起きたんですよ。折れた。このロープの重みに耐えれなくてこれが折れるっていうの。補強するか。俺たちは失敗ですら成功だからな、うん、よしよし。じゃあ骨折の治療も、うん、ギブス固定しました、うん、じゃあ下の鎖鉄の方も作っていきます。よっしゃー、はい、完成ですね。簡易テントベースキャンプね。ベースキャンプ、あーこんな感じですね。雨ギリギリ防げるかな、うん、風はいい感じに入ってくると思います。でここれ見てこれ最高じゃん。これ3人ギリギリ寝れるかな。ギリギリけどね。ギリギリ寝れるかな。アイテム開封しましょうよ。お助けアイテムがあること忘れてたわ。何が入ってるのか、ね、悪い予感しかしない。え、なんで？めっちゃ軽い。重い箱な、重いっていうか大きい箱なのにめっちゃ軽い。ってか箱だけじゃないかっていう入ってないかな。もしかしたら無人島で万札とかが入ってるかもしれない使い道ない。使い道ない。いいですか。せーの、ドン。袋だね。え、何これ袋。しかも2枚。袋だね。え、普通の袋じゃん。マジか、袋か。ごめん、袋マジ。何に使うんだこれ。まさかビビるだ、こんなのがあったら。来たよ。おお、来た。拠点作った。そういえば、おお拠点作ったよ。すげえすげえ。作ってよ拠点。おお、これやばいさ。葉っぱ釣りどう。まあちょっと渋いんですけど、まあ今度また裏側行って、ああ反対側、はい、あっちでやりたいと思います。あ、でさそう最初に開けてしまったんだけど、ああ、はい、ミッションクリアした。ミッションクリアしたやつが、うん、ゴミ袋なのよ。いらねえ。まあまあまあ自分たちでも出すゴミは持って帰るんですけどまあこれ何かに使えたらいいんじゃない。まあ取っといて、まあ、何か使えたら使う。これがお助けマンになるかどうかですよね。釣りでなんかこれって使える。まあ一応まあではゴミ持ち帰ろうでは使えるんですけど、うん、まあ何か使えたら、まあ、何か入れたりするっていうのはいいと思うんですよ、ね、何かをこれで入れるっていうのは、うんうん、オッケーです。じゃあ次は水。水今太陽すごい出てるからね。ちょっと火落ちてから休んでからやろうか、うん、はい、ちょっと火落ちてからちょっと休んで、はい、やりますか、はい、はい、ということですね。はい、あと2時間ぐらいしたら、うん、日が沈むんですよ、うん、だからその前に、うん、僕ちょっと魚釣ってくるんで。水だね問題は。そうだね、まあ、昨日ちょっと雨降ってたから、うん、探せばちょっとあると思います、うんうん、あるの。水たまりですする。すやっていきます。じゃあ僕は釣りてきます。はい、行ってらっしゃい。はい、じゃあまあ探索ですよこれ。どこだ。瓶か。瓶はやめとこう。あ、どうした。酸っぱい焼肉のタレ。ああ。酸っぱい焼肉のタレ。酸っぱい焼肉のタレ。ここでいいものを発見。これね、これをね、ナイフでここ切って。うん、ここに砂やら砂利やら、うん、小石とかね、うん、あの木炭とか入れて、うん、ろ過装置ちょうどいい大きさ。あとは山菜、あ、食べれるやつか。あ、山菜も探そう。どっちの奥とか行ったらなんかありそうだな。あ、紙よ。どうした。ハマホウレンソウやんけこれ。生で食ったらちょっと臭酸ってのがあって危ないんですよ。一回これ有害行ってから食べましょう、うん、食料1個ゲット。やったね。あ、どうした、どうした。これもですね、来ましたよ。タンポポ、うん、そうタンポポに似た植物なんですけど、これオニタビラコっつって、うん、美味しいっす。あれ、アロエじゃない。ではないな。アロエじゃないの。アロエじゃないんですよ、これ食えると思ったのに、うん、あ、ちょ、アロエ最高だよね、うん、傷口にも塗って万能薬だから、あれ。で、ここら辺とか貝とかいないかな。あ、確かに、うん、まあ、例えばね、これとかね。おお、なにここの穴。さあ、この先には何があるのか。地域止まりか。ここまで来たけど、くそこだろか。やば、台風の影響か知らないけどすごいな、これ。ハルさん、ん、ハルさん、ゴリッターバージョン見つけた。おお、やった。あ、蓋ある、しかも。あ、マジ。あ、本当だなんか聞こえる。うん、聞こえる。ミネラルの声が聞こえる。ポリスストーリーが聞こえる。なんだよ。タンタ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 タン。
すげえでっかいなこれ。これイカの骨だわけさ。これも？あ、そう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 、これも。でかいイカが死んだってこと？そう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 。で、この棒どっかな？あ、なんかあった。落ちてた。俺が思う今の子たちの棒持ったら何かやるシリーズ。何やると思う？ワンピース？ワンピース棒持ってる。3本持たないといけないな。汚いな。口に加えないといけない。口に加えないといけないな。ダメだ。口に加えてゾロっていうあだ名になったら嫌だもんね。かっこいいよね。かっこいいな。何なんだろう。何なんだろう。確かに。ブリーチって感じもしないしね。うーん。じゃあ。謎のまま終わりましょう、このコーナー。完結しないっていう。コメント欄で答えを教えてください。そうそう、10代の今の中学生は何やってるの？何をやってるの？小中学生のキッズたちを、棒を拾ったら何するか教えてください。待ってます。待ってます。え、水入ってるやん、これ。マジ？うん。え、入ってる。しかも貝とかびっしりついてるし、やば。え、ちょんちょんしてる。あ、開いてる、もしかして。海水もしかしてこれ。あ、これ海水の可能性ありきれだな。海水だなこれ。くそー。あっ、あ、開いてない。え、マジ。え、これ飲める。ワンちゃん待って。あ、開いた。え、マジ開けられてないじゃん。うん、あ、ほんとだ、開けられてる。開けられてない。今開けた。今開けた。無臭。あ、無臭だ。え、マジ。これ、じゃ持って帰る、これ持って帰る。やったー、水かっこ。嘘だろ。嘘みたいな話なんだか。はい、秘宝ですね。この、うん、水を手に入れた幸せなあまりに、あの5リットル の, ろ過装置の容器なくすっていうね。え、めっちゃごめんこれ。ちょっと探そう、探そう。絶対探す。探そう、探そう。待って、来た、ヤシの実来た。音する、音する、する。何回かこれ見切ってるんですよ、自分でも。今のところ、うん、当たり引いたの1回しかない。そうなんだ。何回かもうほぼ、そうだな、結構外れてる。いや、でも手手でいけない、絶対手でいけない。現地の人は手でいってるんでしょ。現地の人、うん、まあやってみてもいいんじゃない。無理だと思う。なんで。ちょっと岩とかにぶつけよう、これ。 5リットルの、5リットルの死体のカバーは拳です。カバー持って、結構重きだってよ。うわ、あ、なんか出た。出た、あ、出た、白いのが出た。せーの、ヤクサハクサー出た、外れ。爆弾引いた、ハクサー。なんか貝じゃいけないやつ、うん、そう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 。今日の船酔いの頭痛、一気に今ので冷めた。ああ、何あった、あ、痛い痛い痛い。いい感じのがあった。うん、ちょっと違うけど。どれどれどれ、ほら、あ、いいね。合格って書いてあるから大丈夫じゃない。ほら、どこに、ほら、合格って書いてある。合格ですよ。じゃあ、じゃあこれ。あ、待って待って待って、あと1本ある。あ、これさっきのじゃない。油じゃん、これ。めっちゃ、あ、油入ってる。あ、油やん。あ、これ使えるんじゃん。この油使って料理して、うん、これはろ過用で。あ、なるほど。何かね、え、これ何、え、生き物じゃないこれ。体に害を与えそうだな。何これ。うわ。悪い子だな、悪い子、ガキ大将だな。水と油、その他もろもろゲット。やった。待って、鍋は、鍋がない。立った。やべ、鍋探さんと。あ、とりあえず積もう。そうだ、鍋ないんだ。どうしようかな、これ。ちょっと、とりあえず積んどこう。花ほうれん草をたくさん取りました。花ほうれん草、オッケー。ちょっともらいます。じゃあ旅立ちもゲット、うん、ここでやります。ということで、ここに、細かい薪とか集めて、それ火を起こします。サバイバルとかするときに、魚の串代わりにこういう木の枝ガシってやったりするさ、うん、そうそう。物によっては寄生虫で死ぬ場合があるんでしょ。まあ、そう、危ない。なんかすごい猛毒のやつが、猛毒のやつも結構どこにでも生えてるようなやつがあるらしくて。そうそうそう、何だったっけ。待って待って待って、キョウチクトウってやつ。キョウチクトウ、あれはやばい、マジで。もう匂いしたら分かる。気分悪ってなる。あ、そうなの。すぐ分かる。樹液、汁とか、うん、舐めたりしたらもうやばい。あ、そうなの。もう本当に気分悪、もう
下手したら倒れるレベル。なんか釣れたぞ、なんか釣れたぞ、気がついたら釣れたぞ。やった、いっそ。え、なんか普通にグググって来てて、いや魚じゃないと思ったんですよ。ニワカリと思ったら速攻でした。えっそ、うわー、16-17センチぐらいですかね。よっしゃ。はい、ハローキたちにカンカンとか拾ってきてって言われてるんで、ちょっと探してみましょうか。こういうカンカンでいいんですかね。もう着いたらもうこっから勝負なんですよ。 OK、 もう1秒たりとも、もう無駄にできない。もう喋らないで、うん、じゃ話振らないでおこうね。喋らないで、うん、気が散るから。オッケー、頑張りしますわ。はい、行きますよ。はい、マジか、まだ変わろうか、気づかない。チェンジチェンジ、ついてきた。まだもうちょい、煙出てる、もうちょいもうちょい。あ、煙出た。あ、煙出てきた、もうちょい、頑張れ。もうちょい、いけ、頑張れ、あ、ついてきた、おお、ついた、おお、やったナイスナイス、ナイス、来た、いいね、いいね、来た、もう巻き入れて、巻き入れよ、どんどん入れろ、よっしゃー、来たー、あ、着いた、もうここまで来れば大丈夫だ、あと小さい声だ、声だ、そうだ、おっしゃ、これ、おっしゃ、もういる、おっしゃ、やっと来たー。食材、あ、マジ、あ、釣った、おお、エソ、何これ、エソ、多分20センチはないかな、おお、18くらいかな、ペットボトルに入ってる、はい、これと、あとなんか、カンカン、あの、鍋にする、あ、これが鍋になります。どんな落ちよ、あ、強っ、うん、強い、いい感じ、もうだいぶ安定してきたね。見て、あの、うん、木炭トンファーができた。ハハ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 、結構買いたてのスニーカーで来た。新品の靴で来た。なんで、なんでサバイバルこれで来たし。今回奇跡よ、一番の難点の水がすぐ確保できた。はい、じゃあね、こちらちょっと火の横に置いてね、中に入ってるのはちなみに海水です、うん、どっから、これなんと歩いてたら、これなんとビーチに落ちてたんですよ、砂浜に。やめろ、ダンサル君に飲むんじゃない、これは貴重な水だ。ダメだダメだ、336にあげる。味だけ、味だけ、賞味期限大丈夫か、賞味期限、9月30日かかるって言った。あー、やめろ。あ、普通にいける。ダメ、え、飲める、うん、大丈夫、熱くない、大丈夫、お、いいね、茹でてこい、あったけー、あったかいよ、やっぱ夜冷えますね、夜冷える、冷える、おお、おい、はい、ちょっとお箸ないんで、あー、箸代わりな、お箸作ろうかなと思って、急須、これ急須でしょ、なんかね、なんかどうにかいい方法ない、長い方がいい、あの、意外にも、この時めちゃ熱くて、急須、おお、いい感じ、いい感じ、あああ、引いてる、やばい、やばい、助けて、大丈夫、葉っぱあるでしょ、大丈夫でしょ、葉っぱある、OKOK、 火が消えるか心配、火が消える、大丈夫だね、いや、大丈夫だ、いや、トンファ燃やそう、もんトンファいいよ、別に何のこだわりもないだろ、これだろ、俺のネタ枠だろ、トンファネタ枠だろ、ごめん、言い過ぎた、ごめん、ちょっとおしょう、やばい、助けて、
大丈夫、まあまあまあ、大丈夫、葉っぱ、葉っぱ、葉っぱあるでしょ、大丈夫でしょ、葉っぱある、葉っぱある、葉っぱある、食べよう、食べよう、いや、火が消えるか心配、火が消える、大丈夫だね、大丈夫だね、火は大丈夫だ、いや、トンファン燃やそうもん、トンファン、トンファン、ファンいいよ、別に何のこだわりもないだろ、これ、俺のネタ枠だろ、トンファンネタ枠だろごめん、言い過ぎた、ごめん、ちょっとお塩、こうして、お塩の心が傷ついた泣いてるからよ、ほんとに本当だ、本当に。あ、これはすって。あれを言い過ぎだぞ。お前の、そういうところだ、その人の心を踏みねじって笑えるサイコパス要素があるのは。煙で涙出てますけどね。ああ、ごめん、なんかごめんお塩。あ、大丈夫、大丈夫。大丈夫、大丈夫。じゃあ、トンファーで1日目から気持ちくなりたくないから。先ほどハロッキたちが拾ってきた水があるじゃないですか。はいはいはい。なんか念のため、ろ過っていうことで。まさらか飲みたいって言ってるんですけど、うん、僕、お腹弱い方なんですよ。だから、ぜひともこれで、ろ過装置を作るぞ。ろ過してほしい。あ、いいね、いいね、いいね。あ、複数穴開けるんだ。布あるぞ。あら、使ってくれ。は、色、使ってくれ。これ、おめでの布だけど。そう、思い出の布、俺も知ってる。これラジオやってた時に、あの AD 布川さんっていう AD さんがいて、うん、その人が海外行ってそのお土産でもらったやつ、ね、そうそう、スペイン行った時にね。めっちゃ俺動画でも何回か出してるんですけど、うん、これを今回使ってください。ハローキ、お前そこ、はい、そこまでして俺たちのことをありがとうありがとう。ムロガさんも喜んでると思います。ムロガさんも喜んでるね。別にこれ捨てるわけじゃないからね、はい、最終的に回収してまた使いますからね、うん、はい、いっぱい入れていいと思うんですよ。みんなが思ってるより取れないんだよ、うん、そうなんだ。あ、いけるんだ、いけるんだ。はい、お塩大丈夫か。大丈夫、大丈夫。お塩が今海水汲んでますね。ありがとうございます。お塩大丈夫でしょ。トゥ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 。これでできましたよ、お塩。水が飲めるんだね。水が飲める。あ、スープですね。結構色も出てからめっちゃ美味しそう。ちょっと食べましょう。もう目玉を使うか、サンサンの使うでしょ。そうですね。いいですか。ただ熱いのでお気をつけください。絶対大丈夫か。こい。おお、いい感じ。いいね。ここから来たら安全が。防術の使い手336まさかお前。煙が。もう回して風を向こうまで追いやるという。あれはさ、いただきます。そうですね、はい、食べてください。いいな、行っちゃっていいですか。どうぞ、はい、どうですか。お塩気効いてうめ。336に感謝。じゃあ一緒に一緒にいただきます。はい、塩加減もいいっすよね。めっちゃうまい。うん、あ、すごい美味しいでしょ。美味しいよね、これ。若干、あの、たまに来る砂が気になるぐらいで、ね、これはもうしょうがないよね。まあ、しょうがないな。うん、だからこの、うん、はい、ろ過装置、うん、に、あの、さっきの拾った水いきましょう。半分ぐらいでしょ。うん、そしてやろ。あ、来てる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 。じゃあこれで、溜まるまで待ちましょう。うん、1時間ぐらいやってから、多分取れてると思う、さすがに。押してないか、どうなってるか。こんなっすね。え、ちょ、ま、思ったよりは出てる。あ、まあ、砂ついてるけど、全然いいな。砂がちょっと匂いとかどう。大丈夫、普通に変わらない。匂いは海水の匂いとかしない？うん、しない。じゃあちょっとこれにを沸騰させて飲んでみますか。はい、飲んでみましょう。いや、変わらんけどいいか。おおおおおお、怖い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 。さあこれでちょっと待ちましょう。飲みたい水が。おお。どうしてる？沸騰してる。ちょっと色やっぱり怪しいけど、まあいいんじゃない？いいんじゃないですか。飲み水には香りはない。沸騰しまくって減ってるんだかっていう。早めに早めに早めに取る。早めに早めに。
よし、大丈夫か大丈夫か、無理すんな、無理するんじゃない、あ、怖い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 、うん、大丈夫大丈夫、なんとかなんとか、え、味とか、魚汁が残ってる、あー、そうあー、なるほどなるほど、うん、まあ最高の水やん、それ、あー、魚の水だ、で、やっぱちょっと土っぽいですね、うん、土っぽいですね、一回ろ過してるんで、うん、やっぱ、砂とかに入ってくるじゃないですか、その味がします、俺も飲みたいよ、俺も飲みたいよ、飲みたいよ、飲みたい、お願いします、ハロッキ飲みたいと言え、飲みたいです、しょうがない飲みたいです、よっしゃ、はい、いきます、おいしい、染み当たる、ちょっとあったかいからガブガブはいけないってことがまたいい、そうそうそうってことはこれで水の確保も達成、達成です、達成だよね、開けますか、はい、じゃあ開けます、はい、もう絶対いいアイテムだろう、このアイテム、今度はどうだ、このアイテムはどうだ、待って音がしないんだけどせーの、え、何これ、これは結束バンド、結束バンド、タイラップ、あ、しかもこれあれやつ、あれやん、一回切りやん、森、森いけるぞこれ、いけるか、これ棒にじゃあくりつけるか、くりつけよう、こういうパターンね、俺はここに、うん、そう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 、横にやろうかなと思ってるんですよ、こっちなんか割れて、ここ、この割れてる部分を締めれば、あー、なるほど、うん、さあ、取るぞ、だっはっはっは、あー、ママ、あー、冷たい冷たい、生物その1、え、ちっちゃいのがいる、ちっちゃい小魚がいる、あ、これ無理だな、無理だな、これ、待って待って待って、ライト、どれ、ほらほらほら、小魚たちがいっぱいいる、いるね、いるね、いるね、あ、待て、あ、いた、いっていい、ほら、待って待って待って、あ、これ手でつける、これ手でいけるな、フグ、これ、あ、バサ、俺手でいこうか、あ、逃げた、あ、いけた、うわいったやった楽勝やん、大きくなってきた、大きくなった、大きくなってきた、痛くないのこれ、痛くない、持つ分には痛くない、ああ今、握ってないから、うん、大丈夫、こいつ眠たいんだ、あ、なるほど、目開けてんのに寝てたの、うん、こいつ、そうそう、うん、じゃあ、アバさんも食えるんすよ、食えるな、そうなの、うん、これ毒はない、毒はない、あ、一応、お腹は取った方がいい、うん、なるほど、オッケー、じゃあ今こっちのいて、うん、はい、キープ、待て待て、おおつける、つける、待て待て、これつけ、これつけ、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 つあ、いってる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 けど、使ってる使ってる、おっ、あ、何なになに、え、コンパ目地になった、おおおお、でもご飯ゲット、ご飯ゲット、やった、エソナイス、やった、またエソ、またエソ、またエソ、美味しかったし、美味しかったし、よく見えるんだよ、カニ、あ、カニ、カニ、これはちょっと危ない、アレルギー、ありがとうございました、コニーは埋まってるのシリーズいく、これ、よいしょ、聞くださいよ、これ、あ、これ大地だ、無理です、大地だ、これ大地、地球と戦うことになる、待て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 、絶対エビ、絶対エビ、待ってよ待ってよ、これ絶対エビ、あ、いたいたいた、いけるよ、俺、よし、大丈夫か、おっ、ちょっと、おおおお、待て待て待て、おお、あ、いたいた、まだ、え、マジ嘘だ、早っ、これ餌にしよう、これこれ、餌、まあ、まあ、うん、食べたいけど、まあ、二人アレルギー、そうだね、そうだな、はい、まあ、俺はまあ、しゃあない、まあ、ローファー、アバサー発見、おお、これいける、え、めちゃ膨れてるぞ、いやいやいや、触った瞬間膨れた、触った瞬間膨れた、いていていてい、取った、重力に、うん、プーした、プーしてる、かわいい超かわいいな、かわいいな、楽しい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 、そう、それでいい二人ともナレーションするっていうナレーションも楽しいって聞くってあ、ナマコ、え、ナマコ後ろ、ここにいる、あらららら、いた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 、あらららら、これ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 、岩陰に、そうそう、これでね、この長いやつでね、気をつけて、下から行った方が、横から、横から行った方が、横から横から、
こっちだよね。ね、横横、その横にも下にその横にいるさ、目が見えるさ。オッケー、オッケー、そう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 。あ、逃げられた。こっち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 。ああ、ガチガチ今いる。いるさ、背中切ってる。うわうわうわ。てない。え、嘘。ってことあったんだけどな今。ガトツゼロ式行くぞ。はいよ。お、来た。来た。お、行ってる。おお、行ったんじゃん。行った。お、行った行った。オッケーオッケーオッケーした。ハルさんハルさんハルさん。うん？刺さるかわかる？ごめん。イージーじゃん。あ、いる。寝てる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 。え、なにこれ、おじさん？つかめでしょ。寝てるよこれ。完全寝てるよ。いけ。これこいつは寝てる。大丈夫。こいつは手で捕まえる。いける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 。よし釣りで使える餌もゲットですよ。今日はちょっと道の前にもう行きましょうか。そうだね、戻りましょう、はい、じゃあとりあえずもう今日は寝ますか。遅いね、遅いんで、ね、はい、寝ましょう寝ましょう。おやすみなさい。おやすみなさい。また明日です。はい、おやすみなさい。はい、おはようございます。サンサヌ君はちょっと疲れてる。朝早かった、夜遅くまでやって釣りもやってたんで、うん、多分疲れてると思うんで、ちょっと僕らでちょっと火起こしやら何やら探しますか。砂浜は風が強いっていうことなので、ちょっと中に移動したんですけど、だいぶやっぱ風、ま、っんこれは、あ、鍋だ。これはえこれ、うん、昨日のペットボトルより全然こっち鍋やん。塩作るか。塩塩ハルさんてやばハルさんこれも取って月の鍋発見。天馬していくか。うん。ああ、だいぶ見違えたね。全然使えそう、はい、これだったら。いいと思います。朝ごはん作りつつ塩も同時進行で作っていこう。なんで北の国からなんですか。ああ。塩。こんにちは。塩。塩。塩。こういうちょっと湿った。太い木材を燃えにくいやつね、燃えにくいやつを置けば網代わりになるっていう感じですね。こんな感じね、こんな感じですね。もう一回鉄粉作り直したんこれ。やべ、煙出てる。いけ、もうついてるついてる。お待ってちょっと煙出てる。ついた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 。よっしゃ、お塩による塩作りじゃないですか。塩の塩どこに置こう。こっちの間だ、間、あ、間、あ、なるほど。この木も濡らしてるんですよ。こうか、そうそうそう。おい、全部使っちゃう。昨日の使っちゃうやつは。サンサヌ君、はい、僕は、うん、皮ついてても、うん、中身が取れたらそれでいいと思う。ハルケ、俺も実はそう思ってたんや。よし、行きましょう。これでいっか。はい、こっちが、回すに、こっちがあのちょ塩作りで、まあ、調味料になるのかなっていう感じで今作ってます。ちょっとできるかは分かんないけど。はい、はい、塩だいぶ沸騰してきましたね。してますね、もうこれ塩が周りについてますね。周りについてる。これを削ったらもう完全に塩です、これ、ね、塩はこれで完成ですね。これで後から剥がして取りますか、うん、はい、こちら完成ですね。塩にもう海水 100% お箸ですね。作ってくれたんか我。はい、3人分お箸、ありがとう。336の手作りのお箸、嬉しいね。お塩も一緒にやったよ。
あ、わしも一緒にやったの。多分これ、うん、この細いのが俺が作ったやつ、うん、はい、じゃあ食べてみてください。いただきます。魚の、はい、魚の匂いがすげえ。どうすか、いい朝ごはんじゃないですか。ああうまい。味濃いけど、うん、それがいい。美味しい。うん、味濃いの今食いたい、買った気分。ほら、俺もおじさんもらっていい。おじさんもらっていい。おじさんいいよ。昨日食べたから。あ、エッソー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 。美味しいよね。熱い。ちょっと、うん、いいぐらいじゃない。うんうんうん、思ってるより多分塩分欲してるんだぜ。普通なら濃いと思って、濃いイメージなんだけど全然。これ、幅さ、はい。どう、まあ、ちょっとまあ塩、あ、砂が若干入ってるんですけど、あ、うまっ。これこっち隠れてる部分がある、うん、ああこれいいな、どう、あ、美味しい。チキンみたいだよね、うん、なんか歯応えっていう、味はまあ魚なんだけど食感っていうの、噛み応えがチキンみたいな、弾力があるっていうんですかね。うん、確かに。あー美味しかった。お腹いっぱいではないですね。そうだね、ちょっともうちょっとご飯探そうか、はい、足りない。お昼に向けて、はい、お昼に向けて、で、僕は釣りして、お人たちはまた食料、食料だね。そうだね、野草はもう2種類見つけてるんだけど、ちょっと他の、他の野草ももっと、もっと探そう、うん、さあ、ここで場所を昨日と違うところに来ました。場所を変えてここで挑戦したいと思います。昨日取ったエビをつけてこれで魚を狙いたいと思います。ルアーちょっと釣れなかったんで、あの仕掛けを変えました。胴付き仕掛けでこれで釣りたいと思います。魚いっぱいいるやん、めっちゃ魚いるやん。うお、来た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 、はいよ、来た、おっしゃ、ミーバイ、ミーバイ来た、釣れたぜミーバイが。はい、釣れたのこちらですね、ミーバイですね、石見栄え、ありがとう。来い来い来い、来た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 、はいよ、おっしゃー、なにお前、うわ、ベルラ、あ、あだはは、ごめん、カメラに撮ろうとしたら逃げた、やべえ。おお、来た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 、もうこれ間違いなく来たぞ。おし、来た、ハゲ、カワハゲ、よっしゃ、カワハギっすねこれ、カワハギ、ありがとう。釣れた、釣れた、ベラ、ベラ釣れた。短時間で釣れまくりだろこれ。釣れたの、釣れた、あ、まさか昨日取ったあの、うん、エビがあったさ、うん、うんうん、あれで釣れた。おおお、え、これ何、カワハギか、カワハギとミーバイと、これはベラかな、これベラっぽい、ベラっぽい、こいつめっちゃ上に上がってこいつんな、これほんとはベラだね、すげえ。そろそろお昼料理とかしたいんですけど、どんなですか、とっちゃん見つかりました。いや、まだ見つからないんすよ。マジっすか、もうちょい探していいですか、中入ってみる、奥の方ちょっと。そうだね、行ってないところ行くか、ちょっとちょこちょこ見たんですけど、ちょっと奥の方まだ探してないんで、うん、うん、切っていい、痛い、あーごめんごめん、今ちょっと、まあ、ちょっと説明させてください、説明させて今今週ごめん、僕が今ここ通ったんですよ、ここで、これがかかった、もうそのままもうグイーって言ったんですよ、で案の定これがパーンってなるじゃないですか、その後ろにお塩の太ももである、ごめんなさい、天然のトラップを使うとはすまん、お塩マジすまん、ごめん。え、大丈夫大丈夫、なんかあの葉っぱ食えそうだね、食えそうだな。お塩、目を覚ませお塩、え、芋の葉っぱってこんなんじゃなかったっけ、芋はこんなとこ生えんか、ちょ、ごめん、俺はこれはわからない。あ、これガジュマルだね、これ完全に、すげえ、でっか、あ、これガジュマルじゃないな、何丸、これがガジュマルだ、
これ似てるけど根っこが生えてる、これやっぱ出るんですよ、ヒゲが。これヒゲ出てないですよ、よく見たら。そうだね、え、出てんじゃん、ほら。いや、多分このガジュマルから来てると思う。あ、なるほど、あっちから、こっちから締め殺されてるわけ、伸縮してるわけ。これがガジュマルかな。これガジュマルじゃない、どうから。どっちがガジュマルだ、わかんない。大丈夫か、よいしょ、大丈夫か。あー、めっちゃ綺麗なところだった。海着いた、着いたぞ。よっしゃ、海綺麗だな。あっ、えぐれてる。え、何これ、救命水って。え、すげえ。え、何これ、飲めるんじゃない、ナチュラルウォーターって書かれてるよ。これ持っていくか、飲めるか別として。日本のだから大丈夫じゃない、いつのかが分からないんだよな。じゃあ持っていきましょう、これ、うん、三三六に見せよう、喜ぶかも。救命水が落ちてるとは。なんかね、塩気のあるもんばっか食ってるからな、煮るか焼くみたいなしかできないみたいな感じですから、どうしよう、燻製にしますか、燻製でいくか。よっしゃ、それでは私こいつを燻製にする。このドラム缶を使ってやろうかなと思ったんですけど、これ開けれないですね。これはそうっすね、鍋、なんか鍋かな、鍋だと思うけど、なんかお塩も使ってたしな、ちっちゃいな、これとかにできるかもしれない。これは持ってきましょう。これは使えるかな、これ燻製にいけるな。ナルトの螺旋丸食らってるだろ、これ完全に。よし、これもだ、これも使おう。で、ここからこう鍋をかぶせて、こう煙が逃げないように、あの気合でなんとかするんですよ、これ。握力70、握力70の力だ。余計出た、余計出たぞ、おい。こんなの詰めて、天才か俺は。よし、これでいけるぞ、燻製いけるぞ。さばいてくぜ。燻製器に火種をつけます。でっかいカニがいる。どこ？食えるか分からんけど、はい、あ、すべすべまんじゅうガニっぽい。どれだ、いくよ、これだ、いた。あ、ほんとだ、岩の下。色が違うから分かりやすい。飛ぶ？いや、これ多分食べれないカニだぞ。すべすべまんじゅうガニ食べれないの？毒、猛毒。夜と違って明るい時間は絶対取れねえ。見てこの速さ、絶対ついていけん、うん、でっけえなこれ、発泡スチロール。こっちでもドラム缶してるぜ。すげえ、どんだけ流れついてんだよ。すげえすげえ、何、休憩してたらなんかいる。え、なんだろう、あれジャパジャパしてる、ジャパジャパしてる、なんだろうね。あっちのスキ、あー、ほら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 、うん、でかでかでか、え、でか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 、怖っ。俺なんか来たから隠れやったな、下に。マジ、最強のご飯だろ、あれ。取りたい。三三六と合流してこっちでウツボ狙いさせてみて。俺三三六急いで呼んでこいね、うん、はい、ここでハロッキー登場ですね、はい、ハロッキー燻製するぜ。マジか、マジですよ、ね、下に火入れて、はい、蓋して弱火でじっくり火をつけると。そうですね、来ましたね、2名。マジっすか、それちょっと三三六の、もうルアーしか持ってなくて、ルアーでお願いします。三三六の、これ釣れたら最高、任務達成だろ絶対、ね、
仕入れてきたよ。なんすか？これ可愛いでしょ、このカバン。あの袋、いや破れてるけど、うん、二重構造になってる。二重構造になった。俺なんかも今から開けるわけ。あ、いっぱい入ってる、いっぱい入ってる、十個入ってる。ちょっと待って、やったやった。テンション上がる、テンション上がる。飲もう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 。マジ嬉しいんだけど。ろ過しない、ろ過し、ろ過しないでいいやつだ。うん、はい、惜しい。いや、三三、三三三から飲んでくださいよ。なんすか、あれって怖いんですか？三三三から。ビビってるんですか？ここじゃすぐ怖がるからな。いや、じゃなくて、じゃなくて、じゃなくて、もう今日いっぱい動いてるから。だし、俺なんか今回ちょっとご飯はない、うん、もう三三三、三三三じゃない、三三六に任せっぱなしだから、もう本当に。香りから楽しもう。どうですか、香りしますか？キウイの香り、いいね、大事にね、ちょっとずつ。どう？水？水？え、マジ？水だけど、うん、なんか若干ゴムの味する。どう？飲める？普通にあの、ごめん、ちょっと飲み口に塩水かかってたからちょっと海水味だったけど。え、ゴムの湯する？俺普通に、普通に水って感じで飲める。水、うん、場所によりきりなのか。お前、もう一個飲んでみたい。待って待って待って、俺も飲みたいです。ごめんなさい。あ、普通に水じゃない？あと5個、うん、これ大事に取ってきましょう。はい、はい。お塩見てくれ。うん、せーの、はい。うわぁ、そう、うわ、魚チップスみたいになってる。魚チップスみたいに食べてみます。うん、いただきます。いい音。あ、美味しい。あ、おぉ、あ、うまい。めっちゃカリカリしてる。スナック食ってるみたい。おかしい。あ、美味しい。めっちゃうまい。あー、見栄えである。あ、いいね。あー、なんか見た目ホッケみたいになってるね。こっち、おしょ、こっち食べて。マジでうまい。いきます。マジうまい。燻製じゃんこれ。噛めば噛むほど味が、うん、あ、燻製だ。燻製だよね、うん、やったー。よっしゃ、じゃあこれ食べて、うん、また食材探していきますか、ね、探していきましょう。夜の分の、夜の分の行ってきましょう、うん、もう日も暮れてきてね、ちょっと早く晩飯の材料、また食材を取らないと。ちょっとやばいっすね、うん、ちょっとあっちの、薄ぎた、薄ぎた。ほいそ、嘘だ。ほんとほんと、今こっちからさ、うん、あっちに行くのが見えたわけ。え、マジでってる、うん、え、ほんとだ。ふんちゃった。ふんがいっぱい落ちてる。あー、すげえ。ノウサギ、大きい声出さなければよかったかな。でも大きい声出す前にもピュッて、俺も逃げたところを見たから。うん、そうなんだ。足がこう、なんかこっちが、ひょーってなってた。ズボンが開けたんですよ。デスソースじゃん、これ。ほんとだ。デスソースに群がってるヤドカリが。ヤドカリって食えるの？ヤドカリは、うん、食え、ダメなやつ、いいやつがある。あれ、なんだろうね、この木の実の集まり。これはアダンの実ですね。あ、この、ここね。ウサギが食ってんのかな？食う、あ、ほら。あ、持ってきて。ウサギの糞の跡があるな。あらららら、ウサギだ、ウサギだ、いた。いた、あらららららら、いたいた。かわいいね。めっちゃモフモフしてたね。モフモフしてたね、うん、あ、取るの相当むずいな。いや、速度見たでしょ。速度見た。無理だよ。あ、無理だな。絶対絶対無理だよ、あれ。あ、無理だね。なんかあった。いや、おお、すげえ、ここプライベートビーチみたいなとこ出た。あ、ハマホウレンソウゲット。 あ、こっちにも入ってる。入ってる、うん、よっしゃー。なんか買ってますよ。お、来た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 。エッソー、エッソーが釣れてますね、これ。皆さん、エッソー、またエッソーっすよ。俺はお前を食う。ありがとうね。はい、戻ってきたんですけど、早速もう晩御飯ですね。はい、こちらですね。浜ほうれん草、浜ほうれん草も、もう疲れてろれつも回らない。浜ほうれん草もこちら湯がいていきます。これ何をしようの、これ茎。浜ほうれん草の茎、茎、うん、これに油敷いてソテーを、ほうれん草のソテー作りたいと思います。はい、全部入りました。色合いほうれん草だ。
あ、ちょっとぐつってるね。おお。よし、いいかな。あ、これ結構油とほうれん草のエキス出てるから、うん、これで魚やるか、そのまま。じゃあ、まずはエッソ。エッソ。エッソ、ピーンしてるね。まずエッソ。これはもうハロッキがさっきさばき、あれしました。処理したやつですね。これエッソとミーバイ。もう大丈夫です。エッソ。もうほら。火が完全に通ってる。じゃあ食べますか。食べましょう。食べよう。かっくらいましょうよ。いただきます。あ、ミーバイのおしっぽ。お。めっちゃ味ついてる。やっぱこのじっくり煮込んだから。うん、塩油が効いてる。うん。いただきまーす。おーい。なんで一回出した。これ見えがないか確認した。あ、なるほど。やっぱでも繊維あるけど全然、噛めば噛むほど味が出る感じ。どうでっか。最高。吸ってるね。で、出汁吸ってる。エソ、うまいな。エソ、やば。エソって、これぐらいなの。うん、大きくない。もっと以上、30センチぐらいはなる以上。あ、ね、ごちそうさまっすね。うまいっすよ。バンバンに確認しましょうか。うん。レアの写真っていうのは、うん、まあ、ごめん、バンバンの言ってたミッションのあの、レアの写真を撮ってこいっていうやつあるじゃない、あるじゃない。はい、はい、はい。これって、やっぱ海とか夕日かなと思って。どんな海とか夕日。いや、それはダメ。それはダメ。即答。送ってるからそれ見てから判断してほしいな。それはダメ。それはダメ。それはダメっすね。どこでも撮れるじゃないっすか。どこでもって、まあ、沖縄海綺麗だからね。確かに確かにな。どこにもいないやつ撮ったからこれ、うん、ちなみにどこにもいないやつ。うん、本当にはいないね。うん、ノウサギ、野生のウサギ。あ、ウサギ。そう、ウサギ。うん、ウサギは本当。まあ、正確に言えば写真じゃなくて動画に収めた。動画に収めてるから。動画に収めた。やば。うん。あ、合格。合格。やった。ウサギはすごい。ウサギすごい。ガチですごいっす。うん。おお、すげえ。やった。よっしゃ。バンバン何だったらオッケー出してた普通に。離島とかだったら普通に廃墟とかそういう系かな。廃墟。ああ、確かに。ああ、確かに。確かにこっち。昔は人住んでたって言うからね、うん、廃墟か。あ、廃墟考えてなかったの。なるほど。離島だったら廃墟かなってずっと思ってましたね。あー、なるほど。オッケー、じゃあありがとうね。ありがとう。はい、お疲れ様です。お疲れ様。合格やった。合格やったな。やった、農作やった。長かったぜ今日、ね、待って、3つ達成か。まあ、さすがに無人島だからちょ、お菓子とかなんか食べ物系さすがに入れてくれてるんじゃないのかなと思って。思わないですか。どうかな、なんだかな。ハイサイだぜ。ハイサイですよ。しかもバンバンでしょ。あ、それをなんかこの最後の飲み水で乾杯して祝杯をあげよう。じゃあグラスを片手、グラスグラスから、パウチ、パウチを片手に。はい、乾杯。乾杯。お疲れ。お疲れ。まだ飽きるまで分からないですけど。ちょっとね、ご飯が少ししょっぱかったからすっげー美味しい。じゃあ行きますよ、うん、はい、せーの、ドン。何これ。うわ、何これ、何これ。ずらやん。ハイサイがくれるものより漂流物の方が8倍嬉しい。漂流物の方が使えるんだ。使えるな。今回使えた。自分気になってるのが、うん、さっきバンバンが、うん、廃墟かなみたいな言ってたじゃないですか、うんうん、廃墟と思ったって、ね、行ってみましょうか。行ってみますか。行けそうな感じするよ ね。あ、なんか、あ、ほんとだ。本当か。ほわ、絶対ゲジゲジとかでしょ。いるね、これね。この木の裏とか隙間とかにいるね、これね。すげえ。こっち全部なんか細い竹がびっしりだね。これ竹の葉っぱですよ。笹の葉でしょ、これ。そうなんだ。あ、本当だ、竹だ。竹っぽいの。パンダ出るだろ、これ絶対。パンダ。パンダ勝ち組だな、ここな。はい。はい。やばいっすね。上見たんすけど。ちょっと散策上行ってたんですよ、ね。はい、上見たんすけど、限りなくもう森なんですよ。で、しかも、ちょっとやそっとできるもんじゃなくて。あれですね、重機がないと無理だろうぐらいの。重機、はい、壊さないとね。壊さないと無理だろうっていう感じ。そんなレベルか。お、見てください。河原っすね。赤河原。赤河原。え、ってかなんでここなの。多分ここ、やっぱ住んでた人が住んでたんでしょうね。これコンクリか、これ
これコンクリートだね。これ。ほら、ここに立ってたんじゃない？あ、お、これだ。あ、これ廃墟だ。廃墟やったんだ。廃墟あった。廃墟見つけたね。廃墟見つけた。廃墟跡地だね、これもう完全に。跡地だね。はい、ちょっと戻る途中だったんですけどね。うん、これ、今日お塩と一緒に野草探ししてる時に、この葉っぱがめっちゃ入ってて、何これ？でも食べれそうだなってめっちゃ思ってから気になってたんですよ。で調べたらこちらタバコの葉っぱみたいですね。これすごいよ。それでこのタバコの葉っぱ使って、うん、持って帰って、うん、自分たちでタバコ作ってやったら面白いんじゃないって思ったんだけど、ね、調べたら違法ですね。そう、それダメなんですよ。完全にアウトだった。それダメですね。 JT 以外タバコを製造したらダメっていうね、はい、ことにあったんで、僕らは、はい、もう鑑賞です。鑑賞見るだけっていうね。匂いだけじゃあ趣味か一回匂い趣味、あ、確かに匂いは全然いいからね。大丈夫？あ、分からん。無臭。あ、無臭だけど丸ボロっすねこれ。吸ったことないでしょ。無臭だけど丸ボロ。丸ボロ。これは、うん、あ、これマイセンですねこれ。古いな。マルボロとマイルドセブンですね。古いな。メビウスって言うだろそれ。それメビウスって言うでしょ。潰すところある？潰すところある？潰すところない。あ、これないですね。はい、これなんかカプセルないんだ。お疲れ様。お疲れ様です。どうですかお塩これ。いや、やってみてどうだった？正直言うと、すっげーしんどかったけど、それと比例してやっぱり楽しかった。まあ、初日、僕ら、うん、あの裏側行ったじゃないですか、うんうんうん、裏側で、まあ、釣りして僕が釣りして、うん、で、なんかあの火を起こしたところが、うん、もう満潮になって、うん、もう釣る日ね、使い物ならなかったね。使い物にならないっていう。ウサギいたのはびっくりした。ウサギで感動した。ちょっと感動しましたね。リアルなウサギね。モフモフしてたね。モフモフしてた。ペンポンして可愛かったな。あとウサギなんかこれぐらいのイメージだけど、うん、絶対これぐらいあったよね。あった。あ、もう、うん、あったと思う。これぐらいあった。そろそろ寝ますか。寝ますか。誰？お塩？うん。びっくりした。なんかめっちゃ頭のでかい人がいると思った。しかんだ。びっくりした。最初頭が寒かったわけ。わけよ。で、これで暖取ってたわけさ。めっちゃ気持ちいいわけよ。あったかくて。で、ちょっと、なんか、あったかくなったら、なんか、やけに目が冴えてしまって。テンション上がった。そう、テンション上がって。すいません。でもさ、はい、一人で準備してたんだけど、うん、カサッカサッとかさ、うん、なんか野生動物のさ、うん、足跡がさ、ちょくちょく聞こえるね。それも怖かったから、俺も怖かったんだよ。あ、そうなんだ。なんかごめん。あんたも怖かったんかい。怖かったんだよ。やめましょう。じゃあもう。ハルさん頭使うこれ。いや、僕はフードあるから大丈夫です。僕もフードあるんで大丈夫です。じゃあ俺これで寝る。帽子をかぶって寝てこれ。はい、おはようございます。最終日ですね。もう今日帰ります。朝です。船が来ます。おはようござい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 ます。大丈夫？あの、頭回ってますか？オッケー。よっしゃ、じゃあ片付けましょう。いやー、けど本当に楽しかったっすね。楽しかったですよ。もう、った。もう無事、うん、もうこうやって追われて、はい、あとは帰りの船を待って、はい、帰ってお風呂に入って、はい、ゆっくり休むって感じですね。そうですね。白波立たないことを祈ります、ね。あ、だからよ。本当にマジでリアルであるんだよね。そう、こういうのあるんだよ。まあ、船長も言ってたよね。うん、明日も、あ、今日迎えに来るけど、うん、もしかしたら天候次第ではできないかもしれないよ。はははは、はって。うん、そう言ってましたね。はいさーい。ポリスストーリーが聞こえる。なんだよ。タン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 。ハクサー！ハクサー！出た！ハズレ！爆弾引いた！ハクサー！うせー！火が消えるか心配。火が消える。大丈夫だ。大丈夫だ。いや、大丈夫だ。いや、トンファン燃やそうもん。トンファンいいよ、別に。何のこだわりもないだろ、これ。こだろ。俺のネタ枠だろ。トンファンネタ枠だろ。トゥ
トゥ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 楽しい楽しい楽しいそう、それでいいよ。余計出た余計出たぞ、おい。ハイサイがくれるものより漂流物の方が8倍嬉しいな。漂流物の方が使えるな。今回使えた。皆さん、あの無人島サバイバル編ですね、はい、もう本当にいい思い出になりました、はい、ご視聴ありがとうございます。ありがとうございます。